私の簡単な紹介、エカちゃんとの、出会いみたいなのも話してもらったんですけれども、私は今年の5月の末でアートスクール、韓国で韓国の子供たちにアートを教えるアートスクール10年間やってきました。運営したりとか、教えたり、ホームスクールをしたりで、全部で10年間やってきました。それで、さっきも、ゆかちゃんが言ったように、地味な、3月まで、今年の3月まで、本当に地味で、どこに行ってよくわからないようなですね、そういう、真面目に、いいお母さん、いい妻、いい嫁っていう感じで頑張ってきましたけれども、今は、どんなふうになっちゃったかと言いますと、こんなふうになっちゃったんですね。最近のいろいろブログとかに、フェイスブックでずっといつもシェアしてるので、知ってる方は知ってるかもしれないですけども、友人に愛された暇人3人組って結構いっぱい活動してる3人組の人たちと、フェイスブックでお友達になってですね、その、竜のキャラクターを描いてあげるということで、つながってお友達になって、りゅうちゃんのラインスタンプを作ったりとか、それがきっかけで、心よじのすけさんと何回かメッセージをやり取りすることができたりとかですね。あとは、オーストリア、ダリアじゃなくてオーストリアに、旅行に全く行けないような状況だったんですけど、死ぬ前に一度行けたらいいな、ぐらいの、遠い目で、夢を語るような気持ちで、もうつい最近まで思ってたんだけど、行くって決めて、今年の5月に行くって決めて、で、実際に行ってこれたりとかですね、いろいろ目まぐるしく、なんかこう変化してる姿をいっぱい、発信してきたんですよ。それでいろんな人に応援していただいて、で、派手な、こういう派手な変化とかがよく目立つから、なんかまこちゃんはすごいどんどん変身してるよねみたいに思われがちなんですけど、あ、次の画面に、でこれと次の画面しかないんですよ。これ今年の1月にジェジュ島に家族で旅行に行った時の写真ですけど、3月までこんな感じだったよね。そう、3月も同じこんな感じでした。ええ、あ、気になってみる。最近までの私で、こっちは今の私です。でも頭ピンクにする前なんですけど、あ、最初の画面にも書いてありましたけど、私韓国人の旦那さんと韓国に住んでて、韓国ではアンサン市っていう市ですけど、もう目の前は畑しかなくて、後ろは山で、お隣の家とすごい離れてるど田舎に住んでます。住んでて、ここは、ソウルまでは、でも、アンサン市なので、とりあえず2時間あれば来れる。で、しょっちゅう来てます。で、子供は4人います。子供は4人いて、普通のアジュンマです。アジュンマですね。なんで、で、この普通の田舎のアジュンマが、どうやって、今は天才自由アーティストと名乗り、誰かがつけてくれたんじゃないですよ。自分で勝手に天才ということにしちゃうっていうのがすごい大事だと思います。だから自分でもう私天才ってことにしようと思ってつけて、天才、自由は自由に遊ぶと書いて、自由に遊ぶアーティストになると決めて、今天才自由アーティストと名乗って遊んでます。自由に。で、どんな風に変わったのかっていうのを皆さんに見せるために資料を一生懸命作ってたんですよ、数日前。一生懸命 PPT で、私 PPT とかないっぱい作ったことあるんで、結構上手に作れるんですよ。それで写真を、今までの写真をずらーっと見ながら、こう、あれも見せたい、これ見せたいってダウンロードいっぱいしてたんですよね。で、なんか編集したりとかして、せっせとせっせとやってたら、突然、ちょうどハッピーちゃんの動画をなんかこうスクショして、それを写真で貼り付けようと思って、その画面をスクショした瞬間に、こうモニターが、パソコンのモニターがザーッ
て、パピちゃんの顔見えたまま、ザーってなって変な音もザーって聞こえ始めて、突然動かなくなって、本当に全く。なんか別に他のことしてないのに、もうなんかストップして動かなくなっちゃって、えっ貞子出てくんじゃないのって、知ってますか、リング。恐怖映画のリングの貞子が本当にこうやって這い出してくるんじゃないかって思ったんですよ。なんかオカルト現象だと思って、え、何これって思って、ちょっと一瞬面分メンタル崩壊ですよね。え、どうしよう、今まで一生懸命作ったのに資料大丈夫なんかなと思って、で案の定の旦那さんに帰ってきて、私よくわかんないからパソコンを見てもらったら、結局そのパソコン自体も使えなくなっちゃって、で、うち何台もパソコンがあのアートスプレーやった時の事務所で使ってるのがあるんで、他のに取り替えてくれたから、使っていいよって言って、え、だってあのパソコンに資料もあるのにあれ使えなかったら意味ないじゃんって思って、でもとりあえず、あ、なんだろうこれって思ったんですけど、でもね、本当はなんか作りながら分かってたんですよ。こんな写真いっぱい見せたり、なんかこうなったら皆さん変われますよとか、別に抗議したりとかするわけじゃないのに、こんなの一生懸命作ってどうすんだろうって思ってたんですよね。で、だってそういうの作っとくと、この通りに話さなきゃいけないとか、ちゃんとこの順番で話せてるかなとか気になって、なんか思いつくまま面白く話せないかなって思ったんですよ、うん、だから、なんかちょっと写真入れすぎとか、でもなんか作り始めてるとどん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 やっちゃうんですよ。なんかもう途中でやめられ、ここまで作ったしとか、やめられなくなってやったら、ザーって強制終了、もうやめなよそんなのっていう感じでなったので、よし、もうさっきの場面とこれだけでいいやと思ったんですよ。もうこれ一枚でいいよねって思って、それで、でも作ろうと資料を思って、今年の1月からの写真をずっと自分で見てたんですよ。ずっと見てたら、あ、なんか自分ももう一回振り返ってみたら、ものすごくコツ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 とやってきたなって、なんかこう派手に変化してるのが表に見えちゃってるかもしれないけど、本当はどんだけコツコツやってきたのかなっていうのが、なんかこう自分でも分かって、ちょっと涙が出ちゃったんですよね。うん、で、まあ、さかのぼれば、私はアートスクールをしながら、こう結構一家の経済を支えなきゃいけない立場にあったので、なんとか子供4人もいるから、いくら稼いでも足らないんですよ。だから、なんとかアートスクールの子供たち、たくさん生徒が増えて、経済も潤って、それでちょっと豊かになりたいっていうのが必死だったので、なんか自己啓発書とか、引き寄せの本とか、なんか、幸せな小金持ちになる8つの方法とか、そんないっぱい読んだんですよ。すっごいいっぱい読んで、なんか一生懸命実践してやってると、こう、うちの旦那は冷ややかな目でこうやって、何そんな面白くないの一生懸命読んでんのっていう感じで見てるんですよ。いや、私だって面白くて読んでるんじゃないよって。私だって小説とかドラマの方が好きなのに、そんなの読んだりドラマとか見る心の余裕がない。今必死でこの目の前のことをどうにかしなきゃいけないから、これを好転させるためには、そういうなんか成功した人たちの秘訣とかが必要、うん、だったから必死に読んでます。でもいろ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 実践して、10年間なんかコツコツ一人でやってる。一人でやってるけど、一生懸命なんか、そうだよねとか、頑張ってねとか、そういうふうにこう、シェアできる人もいないし、そんな感じでやってて、で去年も、まあ、そんな感じです。ずっと韓国語の本もありますね。クンクンのタラッパンって知ってますか。クンクンのタラッパンとか韓国語でも読んで、とにかくこうなりたい自分をどれだけ鮮明にあのビジュアル化してイメージできるかっていうのが、まあ、基本は、まあ、引き寄せもそんな感じなんですけど、そこがポイントなので、一生懸命こうビジュアル化するんですけど、絵描くから簡単そうじゃないですか。できないんですよ。もうなんかビジュアル化するってね、想像したら、そこだって経験したこともないことを夢描いて想像するってすごい難しくて、結構頑張ってやって引き寄せたこともあります。それをなんか息子のサッカーをさせられないっていうのに、なんか支援してくれる学校が現れたりとかっていう、そういう結構な引き寄せをしたこともあるけど、やっぱ続けるのってかなりのエネルギーがいるので、
あ、なんかやっぱりちょっと疲れちゃったらまた元に戻ったり、いやでも頑張って、まあ、ちょっとやったらとか、そんな感じで繰り返してたんですよね。うん、そういうのもコツコツ10年間やってきて、去年も一生懸命なんか、まあ、とにかくお金を引き寄せるとかそういう動画をいっぱい見て、無料配信してる人とかいるじゃないですか、 YouTube でもう見まくってそれやってたんですね。でちょうど今年の1月が私本当に変わった時期だと思うんですけど、今年の1月に絵本を書いてほしいってある出版社から言われて、結構すごい急ぎのようだったんですよ。1ヶ月半で全部絵を仕上げて出版しなきゃいけないとかいうかなり無理な注文で、それいろんな人に頼んだけど多分ダメだったんですよ。で私のところまで話が来て、私仕事してるじゃないですか、平日仕事してものすごい忙しいから、これやったら疲れて何もできなくなっちゃうって思ったけど、お金欲しかった人にやりますって言って、それで平日は仕事してるから週末に土日どこにも行かないでがっつり仕事をしたんですよね。土日1ヶ月半ぐらいを。でその時にこうパソコンで絵描いたんですけど、パソコンで絵を描くのでこう目で見て手で描いて、耳が遊んでるじゃないですか。すんごい働き者だったんで、こう耳が遊んでるもったいないって思って、そのいつも聞いてるお金の動画とかのね YouTube にかけて耳で聞きながら仕事しようと思ったんですよ。そしたらそのお金の関係の動画もう全部見ちゃってて、もう何度も聞いてるし、あ、これ聞くのないやって思って、そしていつもね関連おすすめ動画とか上がってくるんですよ。で必ずそこにハッピーちゃんの動画が上がってきてたんですよ。で実は去年もいつもおすすめで上がってくるからチラッと見たことあるんです。1回ぐらい見たけど、その時は多分ね時じゃなかった、見たけどなんか全然何この人変な人あれわけわかんないって何言ってるのかよくわかんないって思ったんです。うん、でブログもその時去年ねおすすめブログと必ずお金の関係とか見てても上がってくるから、それでねチラッと読んだけどアピちゃんのブログもよくわかんないって思っておシャットアウトしてたんですけど、今年の1月にその耳が遊んでるのが耐えられなくて、ちょうどなんか実現リモコンとかいう動画が上がっていたから、あ、実現リモコンいいねって感じでこう聞き始めて、結構面白くて、そこからハッピーちゃん関係の動画をなんかがっつりと1ヶ月半の間、あの土日で仕事してる時とか、あと平日はあの出勤の準備の時とか、いつも他の関係の動画かけっぱなしで準備しておいて、運転の時とかにそのハッピーちゃん関係のずーっとこうやってかけてこれでやってたら、なんかね、お金を引き寄せたかったんですけど、すごい難しいじゃないですか、成功の本とかって読むとね、イメージしろとかプラスの肯定的な考え方をしろとかいい言葉を使えとかいっぱい分かるよ、分かるけど、こんなたくさん全部やるのすごい大変なんですよ。でもハッピーちゃん言ってることがね、そう、すっごい簡単だったんですよ。うん、とにかくいっぱいいろんなこと言ってるけど、リラックスしてほっとすればいいって、さ、ほっとしたらそれだけ、嘘、ほっとするなんて簡単じゃんって思って、それでアピちゃんはほっとする、例えばほっと一息コーヒーを飲むとか、湯船に、うち湯船ないんですけどお風呂場に湯船にホットを使ってお風呂に入った気持ちいいとか、例えばコーヒーをいつもだったらなんか選ばないで安いからアメリカのって注文したのを真剣に今何の飲みたいかなって考えて一番飲みたい、そんな1000円くらいしか差がないから本当に飲みたいのを選ぶとか、そういうことだから本当に自分のためにホッとすることをやるって、それがワクワクなのって思った。他の自己啓発するとか、なんか引き寄せとかワクワクすることをするとかって書いてあるけど、いやワクワクって私今アートスクールとにかくどうにかしたい、流行らせたいし、でもそれワクワクするかって言ったらなんかワクワクするわけじゃないとお金欲しいしみたいな感じだったけど、ホッとすることをやる、それがワクワクなんだよって、そんなんでいいんだったらできるよねって思った。うん、いやこれに私はここからすごい変わったと思うんですよ。で一度も自分のために自分一人でコーヒーショップに入ったことなんかなかったんですね。で私トンタンの
ネイルサロンとか美容院とかいっぱいあるのに、どこに何があるか分かんないんです。いつもうちとハゴン、そのアートスクールの往復しかして、脇目も振らずにそれしかしてなくて、ちょっと余裕を持って外に出てカフェで、近くのカフェで一服とか お茶一杯したことなかったんですよ。だけどその時にその絵本のなんかやってる時に、そこの編集者さんからなんか頑張ってますねって、スタバのコーヒーの券をカカオでもらったんですよ。それで普通普段だったら多分そのホッとすることが大事とか知らなかったら、それをスタバでパッと買ってきて、テイクアウトで買ってきて、絶対アートスクールで仕事しながらこうやって飲んでたんですよ、うん、なんかいつも何かしてないとこう落ち着かない、うん、ホッとするとか時間の無駄だと思ってたから、なんか追われるように何かしてないと落ち着かないって思ってて、うん、でもそれをもらって、うん、なんか近くにスタバがあることも知らなかったんですで調べて、だからすごい近くにスタバがあって、でスタバに、まずスタバってなんか敷居がすごい高くて、その時に私は入れない、しかも一人で入れないみたいな、え、一人でどっか座って飲むの、ええー、みたいな感じだったんですけど、スタバに勇気を出して入って、一人で勇気を出してコーヒーを頼んで、テイクアウトしないでどこに座ろうか真剣に考えて、適当にあそこでいいや、あそこ目立たないからとか、それじゃなくて本当に座りたい、気持ちのいいとこどこかなって真剣に考えて、席を取って座って、なんか持ってきた本とかちょっと出して読んだりして、その時はアートスクールちょっと閉めて、その時誰かお客さん来るかもしれないじゃないですか。だからどこにも行けなかったんですけど、来たってもいいさんって、うん、でこの時間は私のための時間って思ってコーヒーを飲んだ、うん、多分そこからだったと思うんです。頑張れ頑張れ、うん、それで、まあ、それからはしょっちゅう結構頻繁にその近くのコーヒーショップに、今日はそこに行こうかなとか今日はここに行こうかなと、いっぱい素敵なとこがあったので、自分一人で行けるようになりまして、それで、あ、じゃあそこから始まって、じゃあちょっと本当に自分のためにお金を使うとかできなかったんですけど、もっと自分のねテンションを上げるのが大事だっていうことが少しずつなんかこう体感で分かってきたから、朝もうちょっと髪型も綺麗にしたいなと言って美容院に行ったりとかあとで、じゃあ服装も本当に私上から下までもらい物だったんですよ。子供の服もいつもそうで、でなんか見たことない服着てると旦那がいつも言うんですよ、それ何もらったのちょっとすごいですよね、そう誰にもらったのかって言われるぐらい買ってなくて、いつも誰かにもらってた、まあもう本当もらえるだけでも本当にありがたいんですけど、でそんな感じだったので、あ、洋服もあの買えなくなったんですよ。ショップに入れない、なんかね値段見るの怖くて入れないし、見てこうやって見てもどうせ買えないって思うと、なんか見るのもなんか悲しくて見れなくなってて、だから見れないし、いつもあの買うとしてもユニクロのセールの台しか見ないみたいなそう、そんな感じだったんですよ。だけどでだからちょっと勇気出ないじゃないですか、自分一人でもうそんなおしゃれな洋服屋さんとかもいっぱいアートスクールの近くにあるのに、一度も入ったことないし一人で入れないしみたいな感じで、こう勇気が出ないからバンジーするつもりで、日本から来られるコーディネーターのねスタイリストさんが同行ショッピングするっていうのに、あのハピソでそういう企画があったので、それにえいやーって感じで、あの誰かの助けが必要だと思って、コーディネートしてもらったりとか、同行ショッピングバクバクでしたよ本当に。だってもう1万ウォンとかの T シャツとかしか着てないのに、はいこれはいこれってこう試着して、なんかブルブル震えながら10万ウォン以上の T シャツとか買って一日でなんかすごいお金使って、まあ、なんかもうすごいそういうバンジーを、ありえないなバンジーをして、うん、だからそんな感じです、これちょこちょこちょこっとコーヒーとか自分
ツコツコツコツそういうことをしてたんですよ。うん、そしたらあれお金欲しかったはずなのに、私アートスクールしたいんじゃないって分かっちゃったんですよ。なんかそういうことをしてたらだん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 こう自分の心が聞こえてくる、声が聞こえるようになってきて、自分を大切にし始めたら、あれ私はアートスクールしたいんだって、アーティストになりたいんだっていうことが分かっちゃったんですよ。で、今年の初めまでは絵が描きたいなと思わなかった。本当にこれっぽっちも思わなかったんですよ。で、去年の12月の末に総年会とかでアートしてる大学時代の友達とかに会って、みんなでこう総年会みたいなのした時も、個展やってる友達とかいるじゃないですか。で、そういう友達に一緒に個展しないってわっことか言われて、しないよ、私書いてないし書かないよとか言って、全然書きたいと思わないみたいな感じ で今考えると、多分エネルギーが子供に教えるのに全部注がれてて、でもう必死でどうにかこう仕事しようとか家のことしようとか子供育てようとか全てのエネルギーを注いでたから、自分のやりたいことを思い出すエネルギーも残ってなかっただと思います。エネルギーが何も残ってないから、そういうこと思いもしない、思いつきもしないし、子供の絵ってすごくいいんですよ。だから子供を知りながら、いつも子供の作品があんまりにもすごいから、なんか私の描くより絶対子供の絵の方がいいじゃんっていつも思ってて、だから自分は描く必要ないっていう感じで思ってて、だから絵を描くのはいつも仕事で頼まれてお金もらって挿絵描くとか絵本描くとか、なんか漫画描いてほしいとか、チラシ描いてほしい、そんなのだけやらされてやってるから楽しくないじゃないですか。だから絵描くこと自体楽しいと思わないから、やりたいって思ってなかった。それがなんかコツ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 自分のためにとかっていうことを本当にちっちゃなことからやってたら、あれ私教えたいんじゃなくて絵を教えたいんじゃなくて描きたい、私がアートしたいってすごい湧き上がってきちゃって、どうしようもなくなって、もうアートスクールやめたいってすんごい思ったんですよ。思ったけど、それ1月のから2月ぐらいにかけてすぐ急にって思って、でも怖くて旦那さんに言えないんですよ。うん、だってうちの一家の収入を支えてるアートスクールなのに、これやめちゃったらどうするのって思って、で怖くて3ヶ月間見えなかったんですよね。3ヶ月言えなかった間にも、でもコツ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 アーティストになりたいから、アートスクールを仕事しながらちょっと時間が空けば自分の絵を描くっていうのをすごいコツコツしてたんですよ。ちょっとでも隙間があったら、ちょっとでも絵描く、なんか作る、描くっていうのをやってたら、結構1月2月の間に壁いっぱいに絵がいっぱいになったんですよね。うん、そういう風になってきて、それで友達が個展やるとかって前は全く関心なかったのに、行く行くって言って18年も一度も連絡も取ったこともない大学の同期の個展とかに、普通に前だったら絶対行けない、うん、だけど平気で行って、だってもう本当にどんな風にしてるか知りたいし応援したいし、そういうところに行きたいって言って、そういうところに行ったりとか、そういう自分がやりたいことをどんどんちょっとずつ叶えて行ってあげたんですね。で、そうやってるうちに、その、まあ、ハッピーソウルって言って、本当に自分の、本当に生き生きと、まあ、生きたいっていう人たちのなんか、こう、コミュニティがあるなっていうのは、友達のエカちゃんの Facebook で去年あたりからなんか知ってた時々、私 Facebook ほとんどやってなかったんですけど、時々見てたら、なんか楽しそうだな、面白そうだな、いいな、でもいつも平日になんかやってるし、仕事してるからいけないなって思って、声を一回去年多分ねかけたが平日だったから、あ、やっぱ無理だと思って諦めて、ずっとその後聞いてなかったけど、今年の3月の2月の末に急に、あ、それでもダメ元でいいや、うん、声かけてみようと思って突然電話したら、3月1日2日後か3日後ぐらい のバースカフェっていうイベントがあるよって言って、もうなんだバースカフェなんだか分かんないし何のイベントかも分かんないけど、とりあえず動き分かんないけど行くって、とにかく行く、まあ、とにかく何かに参加したいと思った。で、あ、行くって言って飛びついて、エカちゃん来ないって言ってるのに行って、で、その時
はなんかちょっとよくわからない、知り合いもいないし、エカちゃん後で来たけどよくわからないし、なんか結構カルチャーショックだったんですけど、うん、で、まあ、その時に、まあ、あの自由も結構今までの自分をたくさん話す機会とかもあって、それでもうちょっと自分を見つめ直して、あ、自由、もっと自由に遊んだらいいんだっていうワードももらって、そこからもっと自由アーティストっていう風に、あの自分でブログは1月か2月あたりからちょっとずつ書いたんだけど、もっとあの積極的にブログとかも書き始めてやったんですね、うん、そんな感じで少しずつやってきました。で、アートスクールを辞めるって怖くて言えなかったけど、旦那さんに言わなきゃいけない、言えないじゃないですか。そしたら、ね、強制終了来るんですよ、やっぱり、うん、もう心の声分かってるのに従ってないから、ドーンって大きな事故が、交通事故が3日連チャンで起こったんですよ。なんか事故ってそんなかすったりとか接触事故とかもそんなに立て続けに起こんないじゃないですか。でも大きな事故を挟んで、まあ、前日、翌日は接触事故で、3日連続で交通事故が起こったんですよ。それで、その真ん中のちょっと大きな事故は、まあ、詳しくは言えないですけど、うちのアートスクールに通ってる子供の送迎するときに、その子が、もう一歩間違ったら本当に大事故で、もうあの世に行ってたかもしれないぐらいの、本当に今思い出しても恐ろしい事故だったんですよ。だけど、無傷だったんですよ、その子。うん、で、その、とにかくそれすごい事故が起こったりして、これは、でもやっぱりね、いろいろ考えるんです。これは、なんか、アートしたいとか、なんとか考えないで、もっとアートスクールちゃんと集中しなよっていうお知らせなのかなとか、それとも、もうなんか、うだうだアートスクールをもう言ってないで、やめて、アーティストになりなよってことなの、どっちかわからないじゃないですか。うん。だから余計なこと考えないで、アートスクールにもっと専念しろよってことなのかなとかすごい思ったけど、いや、これはやっぱりアートスクールやめるべきって思って、旦那さんにすごい決意して言いました。で、言ったらなんかすごい、あ、いいよみたいな、やめてもいいよみたいな感じで軽くあっさり承諾してもらって、嘘、ありがとうってすごい泣いたんですよ、私その時。でも、なんて物分かりがいい神旦那なんだろうって思って、そしたらその次の日から猛反対し始めて、やっぱり現実的にも考え始めたの、旦那さんはね、うん、現実的に考えたらありえない、何言ってんのこの人っていうことになって、やめたらどうすんのこれからって、でいろいろ条件言われたんですよ。これからやめても同じぐらいの収入が得られるような他のことを準備してからやめろとか、うん、なんかもうすごい、もうちょっとなんか対策を立てて、そう、そうだから、まあ、経済回してからやめようとか、なんか引き継ぎの人が見つかって、それからちゃんとうまく引き継ぎのお金とかももらって、権利金とかもらってからにしようとか、うん、なんかいろ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 言われて、ものすごい反対されて、いる時にファッションコーディネートとか言って、うん、夜中でショッピングに行って次の日、旦那さんの誕生日で、うちは旦那さん誕生日、朝からすごい韓国式にものすごいごちそう準備して、朝からケーキで見送ってお祝いするんですけど、その買い出しも何もしないで、トンデムに夜ショッピングに行って、で旦那さんに狂ったかって、すんごいなんかもうハッピーなんちゃらに洗脳されてるとかとかって言われて、いやいや、私そんなそこにそんなとも行ってないし、自分でいろいろね、してつながったわけだけど、別に洗脳されたわけじゃないしとか言って、でそれで旦那さんの誕生日の前の日の夜に、今までもらい物の服しか着てなかったのに、こんなショッピングバッグいっぱい抱えて、とんでもんから帰ってきて、もうどうしたんだっていう感じのことを、でちょっとやっぱり旦那さんにいろいろ怒られたくないとか言われたくないとかっていう罪悪感がすごい残ってるから、やっぱり悪いなって思ったりして、何度もそういうのを手紙で伝えたり、本当になんか泣きながら2時間とか3時間とかカフェで話し合ったりとか、もうそういう過程を通りながらも、結局でもやりたいこと私はやるからっていうのを貫き通して、アートスクールもやめて、
それでだからといって何かあの対策っていうかないんですないけど、それでもあの旅行にも行けたしなんかわかんないけど回ってるんですよ、うん、もちろん旦那さんが今必死に頑張って働いてますけどごめんねこれしか稼げなくてっていつも言ってますけど、うん、でもそれでもあの大丈夫なんですよそうだから本当に好きなことやって今楽しそうにしてたら最初はそれが狂ってるとか言ってものすごい猛反対してたけど、今はうちの奥さん今思春期だからとかって知り合いとか友達に会うたびにそんな話をしてて、でもなんかそれを笑い話みたいにしてくれてるようになそれそういう風になったんですよね思春期の反抗期だからとか言われてどうせやりたいことをやるんでしょみたいな感じで、もう夜遅く帰ってきたりとかも何度も、うち遠いですからソウルから、ソウルで夜までなんかして帰ってきたら12時とか回っちゃったりして、うちに帰ってきた、もうそんな妻に行くなとか、たつまりだって毎回違う人だったりしてるけどとか思ってそんな友達で会うなとかって言われたけど、何言ってんの、私子供じゃないし、もうそんなやりたいこと私そんなこと言われてもやるしみたいな感じで言ったら、なんかもう言ってもしょうがないなって思ってくれて、今は、ね、あのこんな頭しててもいいじゃんと笑ってくれもうお風呂から上がってきたら髪の毛こんなウォールバックでこんな上がってるんですよ。そしたら韓国の今ショーミーザマニーって言ってラップの番組があるんです、ラッパーたちのオーディション番組に、ピンクの頭、赤い頭なんですね。で、あ、名前何やっけ、ナプラっていう男の子がこんな感じで出てくるんですよ。だって知らなかったけど、うちの子にナプラに似てるってすごい何度も言われてそれで、それでもうちの旦那がオールバックの方がいいから、今度は外行くときはこうやってあのジェルで固めていきなよとか言って、シワが目立つから嫌だとか言ってるんですけど、あ、結構なんかすごい応援されて、貫いてきたら応援されて愛されてるなと、子供たちにもいいんじゃないと、なんかママピンクの髪いいよって今は言ってもらって今そんな感じです。はい、なのでこれからどうなるか分かりませんけど、これからも好きなことをどんどんやって、今日は本当はこんなお話を本当になんか少しの人数でいいからシェアしていきたいな、なんかこうお話をしていくっていうのがこうイメージで出てたので、とりあえず自分の願いを叶えるっていうことで、まあ、何人来てくれるか分かんないけどやってみようと思ってたんですよ、うん、そしたらなんかすごいこんなありがたいことに結構大きなイベントになりまして、それで最初は私のただのお話し会だから、ちょっとお話聞いてくれる人が集まってくれたらいいかなと思って、でも一人でやるのちょっと自信なかったから、千尋ちゃんにイベントの準備手伝ってって言ったら、じゃあ千尋ちゃんが歌ってくれるって言って、あ、歌ってくれるの前に、いや、まこちゃんアーティストなんだから話だけしないで絵をその場で描いたらって言って、あ、いいねって言って、そしたらさ、その時に音楽かけようかなって言ったら歌ってくれるという話になり、あ、千代ちゃんが歌ってくれるんだったら最初イベント会場としてあの予約してたところはちょっと音響がいまいちだし雰囲気もちょっとあれだから、どっか他のところ変えようかなと思ってたら、ちょうどこのミミックカフェで恵子さんが今日は本当は指抜き講座をねしてくださってる、ここで講座をされてるんですけど、で今日ここに指抜き講座の皆さんもみんな来てくださるということで、今日お休みということにしてくださったので、じゃあここの会場空いてるからここどうって声かけてくださったんですよ、ちょうど。でそれをパッとちぐちゃんに見に行くどうって言われて、仲いいかなって私思ってるんだけどどうって言ったら、あ、いいんじゃないって、さっきちょうどあのおかぴさんって言って日本の有名なギタリストさんね、アコースティックギタリストさんがフェイスブックにあの韓国にちょうどその期間行って、どっかカフェとかでもあの呼んでくださいっていう感じで Facebook 上げてたから、声かけてみようかって話で、すごいトントントンとね、ちぐちゃんすぐ声かけてくれて、そしたらちょうどこの近くにホテルを取ってらっしゃって、
ていう感じで、もうなんか突然私のただのお話し会がアートフェスみたいな感じになったんです、ね、なのでこれからも私やりたいなと思うことできるだけやっていきたいと思うし、でも私が特別だからじゃないと思うんですよ。本当に誰でもみんな好きなことだって、私絵がうまく描けるとかって言っても本当にうまく描ける人ってごまっといるんですよ。別に特別じゃないんですよ全然、うん、でアーティストになるとって現代アートとか全然知らないし、最近のなんかアートのなんか流れとかわかんないですよ。しかも今までずっと絵描いた人に比べたらもう何の経歴もないしキャリアもないし、ただ追いかけ教室してた先生、うん、何のあれもないじゃないですか、もう骨もないしつてもないし、だけど別にいいってことが分かったんです。そんなの関係ないっていうことが分かったんですよ。ただやりたかったからやればいいじゃん、うん、やったらいいじゃんっていうのが分かったから、なんかそういうことと比べなくなったんですよ、うん、そしたら自分の好きなことを誰に何と思われても自分でめちゃいいじゃん最高やっぱ私の絵いいんじゃないっていう、自分で自分のこと最高だと思ってこうアップしたりとかしたらいいねって思ってくれる人たちもいてくれるし、そうじゃない人がいてもいいと思うし、でもそれでいいと思うんですよ。だから皆さんも本当に、なんか私だってアーティストになりたいなんてこのコーヒー一杯から始まったから、皆さんも本当になんか自分のためにやれない、やってないこと、うん、だって自分のためにゆっくり横になれなかったんです。家で疲れてて横になってもいつ誰かに起こされるか、おまーとかエミヤーとか言って起こされるわけです。私もだって死で義理のお父さんとお母さんとおばあちゃんとか、もうなんかね、施設の家族全員でね、12人と同居してましたからね。12人と同居して、12人の朝、昼、晩とお夜食とを全部一人で準備して、片付けてっていうのをやって、もう本当にあの時はご飯食べ、人間食べないで生きていけたらどれだけいいだろうっていつも思ってました。食べたい時だけ食べて、食べなくても生きていければね、ご飯の準備なんかしなくてもいいのに。って思って、まあ、過労で倒れて、肺炎になって入院、1週間入院したりとか、その時は天国です。入院した時はご飯出てくるし寝てるだけでいいし最高って思って、まあ、そんななんかすんごい頑張って頑張ってきたけど、皆さん本当に頑張らなくてもいいということを伝えたい。3つの我をやめたらいいってすごいいろんな人が言ってるんですけど、私本当にそう思うんです。3つの我をやめたらいい、これは頑張ると我慢すると、私がやらねば、私が私が、これ3つやめて、でもやめられないじゃないですか、ずっとそれ染みついてきたから。でもやめられないけど、やめるコツはやっぱりほっとすることをコツ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 続けてたら知らないうちにやめれるようになってるんです。小さいバンジーもできるようになってるんです。で、自分のやりたいこととかが知らないうちに見つかるんです。知らないうちに湧き上がってきて、やりたい思いになってやりたくなってくるから、なんかあの人は頑張ってとこんなことやってとかすごいことやってとか全然関係なく、うん、皆さんもそうやって始めてもらいたいなと思います。今日は私の話聞いてくださってありがとうございました。まるでデビューしたアイドルの下積み時代の話を聞いているような、すごい楽しくて皆さんの波動もこうワッコちゃんの高い声にガッと引き上げられるような、そういうことを感じて、私にはワッコちゃんがもっともっと大きな舞台でこう絵を描いている姿がすごい見えたので、きっと世界の大アーティストになること間違いないと思うんですけれども、休憩を挟みまして、ここ片付けて第2部始まるので、ちょっと皆さん休憩しつつこの、椅子を脇に置いていただいていいですか。一回切ります。